ノーベル賞。ノーベル賞はダイナマイトの発明者として知られるアルフレッド・ノーベルの遺言に従って1901年から始まった世界的な賞である。物理学、科学、生理学、医学、文学、平和及び経済学の5分野プラス1分野で顕著な功績を残した人物に贈られる。経済学賞だけはノーベルの遺言にはなく、 スウェーデン国立銀行の設立300周年祝賀の一環として、ノーベルの死後70年後にあたる1968年に設立されたものであり、ノーベル財団はノーベル賞ではないとしているが、一般にはノーベル賞の一部門として扱われることが多い。ノーベル賞は、スウェーデン語では、ノベルプリース、ノベルプリーセット、ノルウェー語では、ノベルプリース、という、 1895年に創設され、1901年に初めて授与式が行われた。一方、ノーベル経済学賞は1968年に設立され、1969年に初めての授与が行われた。小設立の遺言を残したアルフレッド・ノーベル、1833年10月21日から1896年12月10日は、 スウェーデンの発明家、企業家であり、ダイナマイトをはじめとする、様々な爆薬の開発、生産によって、巨の富を築いた。しかし爆薬や兵器をもとに富を築いたノーベルには一部から、批判の声が上がっていた。1八8八年、兄のリドビックがカンヌに行って死去するが、この時フランスのある新聞が、アルフレッドが死去したと取り違え、死の証人、シストの見出しと共に報道。 自分の死亡記事を読む羽目になったノーベルは困惑し、死後自分がどのように記憶されるかを考えるようになった。1896年12月10日に63歳で、ノーベルは死去するが、遺言は死の1年以上前の1895年11月27日に、パリのスウェーデン人、ノルウェー人区部において署名されていた。 この遺言においてノーベルは私のすべての監金可能な財は次の方法で処理されなくてはならない。私の遺言執行者が安全な有価証券に投資し継続される基金を設立し、その毎年の利子について前年に人類のために最大たる貢献をした人々に分配されるものとすると残している。彼がこの遺言のために残した金額は彼の総資産の94%、 三千百万、スウェーデンクローナに及んだ。周辺の人々は、この遺言に疑いを持ったため、1897年4月26日まで、この遺言は、ノルウェー国会において承認されなかった。その後、彼の意思を継ぐために、ラグナル・ソウルマントルドルフ・リリエクイストが、ノーベル財団設立委員会を結成し、小設立の準備を行った。章の名前はノーベルを記念して、 ノーベル賞とされた。1897年4月には平和賞を授与するためのノルウェーノーベル委員会が設立され、6月7日にはカロリンスカ研究所スウェーデンが、6月9日にはスウェーデンアカデミーが、6月11日にはスウェーデン王立科学アカデミーが授与期間に選定されて選考体制は整った。賞の授与体制が整うと、1900年に ノーベル財団の設立法令が、スウェーデン国王オスカル二世、1905年まで兼、ノルウェー国王によって交付された。1905年にノルウェーとスウェーデンは、同訓連合を解消したが、両国分離後も、授与期間は変更されなかった。 ノーベル賞はその歴史と伝統などから権威が高く、不可能に近いことや極めて困難なことのたとえに比喩的にノーベル賞が使われることがある。それができたらノーベル賞を取れるなど、以下の部門から構成される。特に自然科学部門のノーベル物理学賞、科学賞、生理学、医学賞の3部門における受賞は、科学分野における世界最高の栄誉であると考えられている。 近年は、生理学、医学賞と、科学賞、物理学賞との境界が曖昧な分野が増えてきている。経済学賞について、ノーベル財団は同賞を、ノーベル賞とは認めておらず、この賞を正式名称、または、ノーベルを監視ない、経済学賞と呼ぶ。複数人による共同研究や、共同ではないが、複数人による業績が受賞理由になる場合は、 一度に三人まで同時受賞することができる。ただし、同時受賞者の立場は対等とは限らず、受賞者の貢献度、プライズシェアに応じて賞金は分割される。なお、性質上、複数人による業績が考えづらい。文学賞は例外で定数は一度に一人と定められている。また、基本的に個人にのみ与えられる賞であるが、平和賞のみ。 団体の受賞が認められており、過去に国境なき医師団やアイキャン核兵器廃絶国際キャンペーン度が受賞している。先行は、物理学賞、科学賞、経済学賞の3部門についてはスウェーデン、王立科学アカデミーが、生理学、医学賞は、カロリンスカ研究所、スウェーデンが、平和賞は、ノルウェーノーベル委員会が、文学賞は、スウェーデンアカデミーがそれぞれ行う。 ノーベル賞の選考は秘密裏に行われ、その過程は受賞の50年後に公表される。よって、ノーベル賞の候補というものは、公的には存在しないことになるが、いつか受賞するだろうと目される人物が、各分野に存在するのも事実である。トムソン・ロイター社は、旧トムソン時代から毎年独自に、ノーベル賞候補を選定発表しており、2017年以降は、同事業を引き継いだ。 クラリベート・アナリティクスが、クラリベート・アナリティクス引用栄誉賞として、ノーベル賞候補を選定発表している。これは、近年の論文の引用数などから算出したもので、ある。ただし、ノーベル賞はアカデミズムにおいて、業績の評価がある、程度定着してから決定されることが多いので、必ずしもこの基準で賞が決まるわけではない。最終選考は、 発表日当日に行われることが慣例になっており、マスコミの事前予測が難しい遊園である。1973年までは受賞者の候補に挙げられた時点で本人が生存していれば個人に対して受賞が行われることもあった。例としては1931年の文学賞を受賞したエリク・アクセル・カールフェル、1961年の 平和賞を受賞したダグハマーショルドが受賞決定発表時に個人であった。1974年以降は受賞決定発表の時点で本人が生存していることが受賞の条件とされている。2011年には医学生理学賞に選ばれたラルフスタインマンが受賞決定発表の3日前に死去していた子が後に判明し問題となった。ただし、 受賞決定発表の後に本人が死去した場合には、その受賞が取り消されることはない。スタインマンの場合は、この規定に準ずる扱いを受けることになり、特別に個人でありながらも正式な受賞者として認定されることが決まった。受賞式は、ノーベルの命日である12月10日に、平和賞を除く5部門は、ストックホルム、スウェーデンのコンサートホール、平和賞はオスロ、 ノルウェーの視聴者で行われ、古くは、オロ大学の行動で行われた受賞者には、賞金の小切手、賞状、メダルがそれぞれ贈られる。受賞式終了後、平和賞以外は、ストックホルム視聴者、1930年までは、ストックホルムのグランドホテルの舞踏室にて、スウェーデン王室及び、約1300人のゲストが参加する、晩餐会が行われる。 王室のほう受賞者などが階段を上がり、2階の別室へと退場された後、晩餐会はお開きとなり、そのまま2階のゴールデンホールという大きな部屋で舞踏会が始まる。平和賞の晩餐会はオスロのグランドホテルで行われ、こちらにはノルウェーの国会、首相及び2006年以降は、ノルウェーの国王夫妻を含めた約250人が招かれる。 1979年の平和賞の晩餐会は、受賞者のマザー・テレサが、貧しい人にお金を使ってくださいとして、出席を辞退、開催を中止させて、晩餐会に使うはずだった 7000US ドルの費用は、インドのコルカ、救命、カルカッタの2000人のホームレスへのクリスマスの夕食に、使われた。これは現時点で、唯一の晩餐会が中止になった例である。 1991年にノーベル賞90周年事業の一環として晩餐会に使う食器類をすべてスウェーデン製に置き換えようとしたがカトラリーだけはその複雑なデザインゆえに仕上げ研磨ができる技術が国内肉カトラリーのデザインを担当したゴナセリンが恋にしていた新潟県つばめ市の山崎金属工業に依頼した食器類など受賞式に使う調度品は 普段は厳重に鍵のかかった倉庫に保管されており、ノーベル賞の晩餐会にのみ使用される。晩餐会で使用されるカトラリーセットは、ノーベルデザインカトラリーとして、一般向けにも販売されている。ドレスコードは、塩味服もしくはナショナルドレス、民族衣装であるため、川端康成や本女優は、門付羽織和まで出席している。 受賞者は受賞後にノーベルレクチャーと呼ばれる記念講演を行うのが通例になっている。その後、受賞者はストックホルム大学やストックホルム経済大学などの大学の学生有志団体が毎年も近いで行うパーティーに出席し、そこで大学生らと希望する受賞者はさらなる躍進を願って一斉に川わずとびをするのが慣例となっている。受賞者へは 賞状とメダルと賞金が与えられる。受賞者に与えられる賞金は、ノーベルの遺言に基づき、彼の遺産を、ノーベル財団が運用して得た利益を原資としている。ただし、経済学賞は1968年に創設され1969年から授与されたが、その原資は、スウェーデン国立銀行の基金による。そのため、この賞は、正式名称を、 アルフレッド・ノーベルを記念した経済学にけるスウェーデン国立銀行賞としており、厳密にはノーベル賞には含めない場合も多い。ノーベル賞の賞金は過去幾度も変動してきた。ノーベルは遺産を安全な有価証券にすることを指定しており、このため得られる利子額は長年にわたって低いものであり、賞金もそれに連動して設立当初より、 相対的に低い額に留まっていた。こうした状況は1946年にノーベル財団が免税となったことと1950年代に株式への投資が解禁されたことによって改善さ。1990年代には設立当初の賞金レベルを回復した。2001年から現在まで賞金額は1、0 0 0 0 0スウェーデンクローナ、約1億円である。 しかし、スウェーデンのノーベル財団は2012年6月11日の理事会で過去10年間にわたって運用益が予想を下回ったことなどを理由として、2012年のノーベル賞受賞者に贈る賞金を2割、少ない800スウェーデンクローナ、約8、900万円とすることを決めた。賞金の配分については、受賞者が2人、団体の場合は全賞金を折半する。 受賞者が3人、団体の場合は、1人ずつが単独の研究による受賞、3人の共同研究による受賞であれば1、3ずつ分けられ、1人が単独、2人が共同研究による受賞であれば単独受賞の人物、1、2、共同受賞の2人が残りの1、2、1人あたり1、4を得る形になる。なお、日本においては、 ノーベル賞の賞金は、所得税法第9条第1項第13号法に、あるように、所得税は、非課税となっている。これは、1949年に、湯川秀樹が、日本人として、初のノーベル賞を受賞した際に、賞金への課税について論争が起こったのを受けて、改正されたものである。受賞時に渡されるメダルは1902年から使用され、ノーベル財団によって、 商標登録されている。1901年の第1回受賞時にはメダルが間に合わなかったため、第2回からの授与となっている。メダルには表面にアルフレッド・ノーベルの肖像、横顔と生没年が記されている。表面のデザインは物理学賞、科学賞、生理学、医学賞、文学賞では同じであるが、平和賞と経済学賞では若干異なる。 裏面のデザインは章によって異なるが、物理学章と科学章では共通のデザインで、自然の女神のベールを科学の女神がそっと外して、横顔を覗いているデザインになっている。1980年以前のメダルは 24K の純金であったが、落としただけで曲がってしまったり、傷がつきやすいということもあって、現在では 18K を機材として、24K で、 メッキした金メダルが使用されている。重量は約2 0 0ム、直径約6 6ンチメートル。メダルのレプリカは受賞者本人が上限を参考として作成してもらうことが許可されている。2010年まではスウェーデン政府の機関が制作していたが、予算削減のため2011年からノルウェーの企業に委託されることになった。 しかし国内での製造を望む国民の要望が多かったため2012年からスウェーデンの民間企業で製造されることが決定した。ガムラスタンにあるノーベル博物館にはノーベル賞のメダルを模したメダルチョコが売られており観光客だけではなく受賞式に訪れた受賞者本人も土産として購入するという。 マスカワトシヒデはこのチョコレートを600個も買い込んで話題となった。前述のようにノーベル賞の自然科学分野における受賞者は欧米の研究者を中心としており、1920年代に日本人の山際勝三郎がノミネートされた際には選考委員会で東洋人にはノーベル賞は早すぎるとの発言があったことも明らかになっている。また、 元国連大使の松平行東は、1930年代に五県がノミネートされた際には日本が数軸国で、あ、ことで受賞に至らなかったとしている。欧米以外の国で研究活動を行った非欧米人では、1930年にインド人のチャンドラセカールラマンが物理学賞を受賞したのが最初である。日本人である、湯川秀樹、1949年受賞。 浅永慎一郎、1965年受賞らが、やはり物理学賞で受賞している。ノーベル賞は受賞者が自然人の場合、本人が生存中が受賞条件だが、かつてはノミネート時点で生存していれば、受賞決定時に死亡していても良いこととされており、そのケースに当てはまる受賞者には、1931年文学賞のエリク・アクセル・カールフェルトと、 1961年平和賞のダグハマーショルドがいる。1973年から10月の各賞受賞者発表時点で生存している必要があるが、その後死亡しても取り消されないことになり、その規定により1996年経済学賞のウィリアム・ビックリーは受賞式前に行くなっても受賞が取り消されなかった。2011年生理学。 医学賞のラルフ・スタインマンは受賞者発表の直後に当人がほんの3日前に死亡していたことが判明したが、これには受賞決定後に本人が死去した場合と同様の扱いをし、変更なく賞が贈られることになった。これまでにノーベル賞の受賞を辞退したのは、ジャンイコール・ポール・サルトル、1964年文学賞、辞退、レドクト、1973年平和賞辞退、 ゲルハルト・ドーマク、1939年生理学、医学賞辞退、リヒャルト・クーン、1938年科学賞辞退、アドルフ・ブーテナント、1939年科学賞辞退、ボリス・パステルナーク、1958年文学賞辞退の6人であるが、ドーマク、クーン、ブーテナントは、ナチス、パステルナークは、ソ連政府の圧力で、 強制的に辞退させられたものであり、ドーマクは戦後の1947年、クーン、ブーテナントは1949年、パステルナークは没後に遺族が賞を受け取ったとされているため、最終的に受け取らなかったのは前者2名である。ノーベルの遺言により、平和賞の選定はスウェーデンの機関ではなく、ノルウェー国会に委任されている。理由は諸説ありはっきりしないが、 当時のスウェーデンとノルウェーは同訓連合を組んでたこと、そして当時のノルウェーには自主的外交権がなかったために平和賞の選考には常に中立性が期待できたことなどが理由と考えられている。1929年の生理学・医学賞はビタミン B の発見によりオランダのクリスティアン・エイクマンに贈られているが、エイクマンは米ぬかの中に、かっけの地油に、 効果のある栄養素、ビタミンが存在すことを示唆したに過ぎず、実際にその栄養素をオリザニンとして分離、抽出したのは日本の鈴木梅太郎である。1926年の生理学、医学賞は寄生虫による癌発生を唱えたデンマークのヨハネス・フィビンゲルに送られ、同時期に刺激説を唱えていた山際勝三郎が受賞を逃している。 後年フィビゲルの説は限定的なものであるとして覆されている。ポルトガルのエガスモニスはロボトミー手術を確立したことで1949年の生理学・医学賞を受賞しているが、ロボトミーは効果が限定的であるにもかかわらず副作用や事故が多く、またその後抗生新薬が発達したこともあり、現在では臨床で使われることはない。モニス自身も 実験的な手術を行っただけで臨床に導入してはいなかった。文学賞は過去には歴史書や哲学書の著者にも送られたことがあったが、1953年にイギリス首相のウィンストン・チャーチルが辞書第二次世界大戦回顧録を理由に文学賞を受賞したことで戦隊像の定義をめぐる論争が起こった。結局これ以降、2016年に アメリカのシンガーソングライターミュージシャンのボブ・ディランが受賞するまで純文学の著者による受賞が続くことになる。戦争を起こした当事者が平和賞を受賞したこともある。キャンプ・デービッド合意により、エジプトとイスラエルの間には平をもたらしたことが評価されて1978年の平和賞は、エジプトのアン・ワルダと大統領と、イスラエル首相のメナヘム・ベギン首相に贈られたが、 そもそもその仲介役としてアメリカの重い腰を上げさせるために第四次中東、戦争を企画し、イスラエルへの奇襲作戦を主導したのは、そのサダト自身だった。結果的にサダトの狙いは的中したが、これは外交手段の一環として引き起こした戦争を、恒久的平和にまで持ち込むことに成功した、綺麗となった。一方、 サダトとベギン両首脳に実に12日間にもわたって、ワシントン DC 郊外の大統領保養地、キャンプデイビッドを自由に使わせ、難航する和平会談の成功に奔走した、アメリカのジー・カーター大統領が、この両首脳と共に平和賞を受賞しなかったことに、対しては疑問を唱える声が、各方面から上がった。そのカーターには2002年になって、 数十年間にわたり国際紛争の平和解決への努力を続けたことなどを理由に遅ればせながらの平和賞が贈られている。平和賞は発生カにおける反体制派のリーダーに贈られることがあることから受賞者の国の政府から反発を受けることがよくある。その例としてナチスドイツの再軍備を批判したカール・フォン・オシエツキー。 ソ連の再現内核武装を批判したアンドレイ・サハロフ。中国に軍事占領されたチベットの亡命政権を代表すダライ・ラマ14世。ポーランド民主化運動を主導した連帯のレフ・アレサ。南アフリカの人種隔離政策を批判したレズモンド、ツツシ教、ミャンマー軍事政権の圧政とビルマ民主化を訴えた、ウンサンスー,ジー・チ中国の人権侵害を批判し民主化を訴えた。 言うアキラはなどが挙げられる。1958年にノーベル文学賞を受賞したボリス・パステルナークはソ連政府の圧力により受賞自体を余儀なくされた。それでもノーベル委員会は彼に一方的に賞を送っている。バーナード賞はノーベル賞について殺傷と破壊の手段であるダイナマイトを 発明して金を儲けたノーベルの罪も大きいが世界の人材を序列化するノーベル賞を作ったのは最も許せい罪と批判した。ノーベルの遺言は三通ある。書かれた年次は121889年、1893年、1895年である。1889年の初めて書かれた遺言は破棄されている。 1893年に書かれた2つ目は、最も形式が整ったものである。具体的な金額が盛り込まれておらず、遺産分配の割合が記されていた。親類、仕事仲間、友人来20%を与え、教会や研究者などに16%を寄付し、残りの64%を基金の設立のために、ストックホルムの科学アカデミーに移譲するという内容であった。 1895年に書かれた三通目は、ノーベルが、翌年夏、ストックホルム・エンシルダ銀行に保管した。二通目以前を向こうとする旨が明記されているが、二通目との違いは大きく分けて二点ある。一つは、個人相続分が、具体的な金額で示され、結果として二通目と比べた総額は、実質的に1、3程度に縮小された点である。内訳は次の通り。 なお、兄、ロベルトの子供たち4人その他には、生前に、それぞれ2万クローナが振り込まれた。2通目との相違における、第2点は、文学賞、医学賞、平和賞の選考主体を新たに指定した点である。これらの選考が、スウェーデン王立科学アカデミーには、難しいとノーベルが考えていたことが推しはかれている。なお、3通目の終わりで指名された、遺言執行人は、 ラグナル・ソウルマンとルドルフ・リリー・クイストの二人である。2017年以降、クラリベート・アナリティクスは、同社が運営する、代表的なサイテーション・インデックス、学術文献引用データベースの Web of Science の情報に基づいて、ノーベル賞の有力候補者の予想として、クラリベート・アナリティクス引用栄誉賞を発表している。2011年のノーベル賞においては、 自然科学系の参照と経済学賞の受賞者9人全員が過去にトムソン・ロイター引用栄誉賞、現クラリベート・アナリティックス引用栄誉賞で候補に挙げられていた。ノーベル賞に数学部門が存在しない理由としてスウェーデンの著名な数学者、ヨース・タ・ミッタクイコール・レフラーがノーベルの妻を奪ったことを根に持ったためだとする俗説があるが、そもそもノーベルは 生涯独身であった。しかし、数学賞がない原因が密クイコールレフラーとの確執にあるという噂は、文献による証拠がないものの事実かもしれない。実際、1890年に密クイコールレフラーが、ソーニャ・コワレフスカヤへの資金的援助をノーベルに頼んだ。時、ノーベルはこれを断っている。また、ノーベルの1883年の遺書には、 自身の遺産の一部を密択イコールレフラーのいた、ストックホームザ・ホグスコラ、後のストックホルム大学にも渡すように書いていたが、1896年に最終版の遺書を書いた時には、この記述を削除した。ホグスコラの拡張を務めた夫・ペーテルソンとスワンテ、アレニュースの推測によれば、ノーベルの遺書から、この記述が削除されたのは、ノーベルが密択イコールレフラーを嫌っていたためである。 当時の人々による三択イコールレフラーの性格に関する評価は肯定的なものではない。数学者のフィールズも二人の確執はありそうな話だとしているが、フィールズ自身は三択イコールレフラーと親しく、このことがフィールズ賞の設立につながったのではないかとする意見もある。このような経緯があったにもかかわらず、 ミッタクイコールレフラーは、マリキュリーのノーベル物理学賞受賞に貢献している。女性への偏見が強かったフランス科学アカデミーは、彼女のノーベル賞へのコモを意図的に削除したのだが、ミッタクイコールレフラーが彼女を強く押したため、彼女はノーベル賞を受賞する運びとなったのである。詳細は、マリキュリーの項目を参照。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。